こんにちは、エバトタケシです。今回は、なぜすぐにイラッとするのか、なぜなかなかイライラが収まらないのか、というテーマでお話ししていきたいと思います。人間は想定外のことが起きると嫌な気持ちになるようにできています。想定とは頭の中で作り出した妄想です。 世界とはこういうものだ、人間とはこういうものだ、というイメージが想定です。あまりにも現実世界とかけ離れたことを想定すると、想定外のことが多くなり、嫌な気持ちになることが多くなります。私は価値のある人間なので、すべての人間が私を尊敬するべきだ、という想定をすると、人と接するたびにイライラするようになります。 初対面の人に、あいつは俺の凄さが分かっていない、俺を尊敬していない、けしからん奴だ、と怒るようになります。また、一つのことを強く想定すればするほど、それと違うことが起きた時のショックが大きくなります。どんな時でも、〇〇さんは私に優しくしてくれるはずだ、それ以外はありえない、と強く信じていたのに、優しくされない、という想定外のことが起きると、 信じられない、〇〇さんだけは私の気持ちを分かってくれると思っていたのに、もう絶縁するしかない、と過剰反応するようになります。現実離れをした妄想を強く信じることで、心が大きく揺さばられることが多くなります。親とはこうあるべきだ、上司とはこうあるべきだ、と完璧な理想像を上げることで、 親がそんなことをしてもいいんですかそれでもあなたは上司ですかと怒りを感じる場面が多くなります。友達ならこうしてくれるはずだ。恋人ならこう言ってくれるはずだ。と強く願えば願うほど、なんで友達なのにこうしてくれないんだ。恋人ならこう言ってくれるのが当然でしょう。と切れることが多くなります。想定外のことが起きると、心がショックを受けて揺れ動きます。 イラッとしたり、ムカッとしたりといった嫌な反応が生まれます。しかし、そんな時でも現実をしっかりと受け入れれば、だんだんと心は静まっていきます。想定と違うことが起きたと認めることで、想定外のことが起きることもあると学ぶことができ、心が落ち着いていきます。想定外のことが起きるたびに、こういうこともある。 と受け入れる体験を積み重ねることで、この嫌な気持ちはだんだんと静まっていくから大丈夫と思えるようになります。あの人はこうするかもしれない、あの人はこう言うかもしれないと想定するのは悪いことではありません。しかし、想定外のことが起きることもあると想定しておかないと嫌な気持ちになることが多くなります。 想定外のことが起きたとき、その事実を受け入れることができないと、あいつはこうするべきだったんだ、あいつが悪いんだ、と恨み続けることになります。私たちは自分の望みが叶ったところを想定するから行動を起こすことができます。あの店の美味しいラーメンを食べて嬉しくなっちゃおうと期待するから行動を起こすことができるようになります。ポジティブな想定をして行動を起こすとき、 少しだけでも想定外のことが起きる時もあると思っているだけで想定外のことが起きた時に激しくショックを受けることがなくなりますラーメンを食べれない時もあると想定しておけば今日は休日でしたという時のショックは軽くなります想定外のことが起きた時どんな時でも優しくできる人なんていないよねいつでも良い親でいれるはずがないよね いい時ばかりじゃないから、恋人と喧嘩するときもあるよね、と事実を受け入れることで、だんだんと心が静まっていきます。自分の思い通りにいかないこともある、と覚悟しておくことで、嫌な気持ちになる場面が少なくなります。しかし、期待していないことが起きることもある、と強く思いすぎると、行動を起こすことができなくなります。 期待していないことが起きることもあると強く思いすぎて行動できなくなるとは失敗したらどうしよううまくいかなかったらどうしようと不安になって行動できなくなるということです行動できなくなるまで想定外のことが起きることもあると意識するのはちょっとやりすぎですなぜなら行動を起こさないとうまくいく可能性がゼロになってしまうからですなので うまくいくに違いないとワクワクしながら、ほんの少しだけ心の片隅に、うまくいかない時もあるという思いを置いておくだけで十分です。ということで、自分を楽しませたり、喜ばせたりする想定をして、どんどん行動を起こしていきましょう。そして、期待通りにいかなくてショックを受けた時は、そうだ、想定外のことが起きることもあるんだったと思い出して、 心の落ち着きを取り戻していきましょう私は人間は想定外のことが起きるとイラッとするようにできているということを知っています私は想定外のことが起きるときもあると思うことでイラッとする場面を減らしています私は いつでも期待通りにしてくれる人なんていないと思うことで対人関係でのイライラを減らしています私は完璧な人間なんていないと思うことで他人にイラつくことを減らしています私は思い通りにいかない時があるのは当たり前と受け入れています 私は期待通りにいかなかったという事実を受け入れることができます。私はうまくいかないことがあっても次はうまくいかせようとまた期待することができます。私は想定外のことが起きてもまたポジティブな未来を想定することができます。私は どれだけ失敗しても楽しい未来をイメージすることができます私はどれだけ期待が裏切られてもワクワクする未来をイメージすることができます